決戦バトルマウンテン、一番強い恐竜はどれだ。いろんなフィールドで熱いバトルだ。おー、デンジャラス、レッツプレイ。いけ、ティラノサウルス。噛みつき、スピノサウルス。グヌヌヌヌヌ、ほにゅー。あら、熱くなってるわね。恐竜バトルしてるんだ。どっちのチームが最強ってね。そしたらとっておきのものがあるわ。いでよ、決戦バトルマウンテン。バトルマウンテン、この土台に恐竜をセットして押し相撲みたいに激突させるの。おお、イクサイティン。そしたら僕たちの恐竜でどっちが強いか勝負だ。恐竜バトルを制した人には恐竜発掘チョコをプレゼントよ。よし来た。みんなもグッドボタンで応援してね。あっちもこっちも恐竜だらけ。恐竜の世界から脱出せよ。さあ、最初の対決は大きな離れ敵を吹き飛ばせ、プテラノダン。全力全身突進だ、カルノタウルス。始めるわよ、レディーファイ。おにゃ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 、てにゃー。いけー、勝負あり。一回戦目はカルノタウルスの勝利。やったー。まだまだ始まったばかりだ。次はこの恐竜、大きな角で敵を蹴散らせ、スヒラコサウルス。こっちも長い首で敵を押し出せ、ブラキオサウルス。燃え上がってきたわね、レディーファイ。スキアリ、おっと、そうはいかない。お互い譲らないわね。そうきたらここよ、バンピーアタック。なに、油断してるとバンピーが狙ってくるわよ。敵が増えた。だが負けてたまるか。この勝負はスティラコサウルスの勝ちね。どんな問題。二人ともいい勝負よ。だけど次のステージはどうかしら。そこも、次のステージは水の上でバトルよ。ぷかぷかで不安定、しかもここにはサメが潜んでいるわ。なんてデンジャラス。さあ次はどの恐竜にするのかしら。決めた、このトゲで敵もイチコロだ、ステゴサウルス。そしたら僕もこの大きな角で敵を貫け、トリケラトプス。トゲトゲ草食恐竜対決ね。それじゃあレディーファイ。いけいけ。さあドボンするのはどっちかしら。あー、土俵もくるくるしちゃう。だがここで負けるわけには。もうトリケラアタック。ニャフンニャフン。ステゴサウルス、勝負ありね。まだだ、勝負なくっちゃ。大将、出番だ。この恐ろしい姿を見たら最後。スピノサウルス、王者の力解き放て、ティラノサウルス。どんどん燃えてきてるわね。レディーファイト。熱い、熱すぎるわ。ということでマグマ噴火。つくもやりすぎ、にょー、動きづらい。とにかく勝利を。お、この動き、きたきた、ティラノサウルストルネードスピン。なに、いっけ。あー、スピノサウルス。激戦を制したのはティラノサウルス。よし、恐竜バトル優勝者はサンサン。やったー、悔しいです。商品の恐竜発掘チョコよ。これが勝利の味。今度は動物軍団も入れて勝負だ。そうだ、ちょっと待った。クイズタイム。一番最初に戦ったのはカルノタウルスと何だったかな。1、ステゴサウルス。2、ブラキオサウルス。3、プテラノドン。とってもエキサイティングだったわ。今日遊んだおもちゃはアニャ、決戦バトルマウンテン。みんなも好きな恐竜で熱いバトルをしましょう。今治タオルをたたんじゃおう。今パリパリパリたたんじゃおう。今からドーナツ半分こ、今よりも一つ半分こ。上手にたたんで持ち歩こう。僕たちのハンドタオルができたよ。今治タオルで身だしなみバッチリ。みんな困ってる。サンサンとクーモリン
ノバトロン、ティラノサウルスにステゴサウルス、トリケラトプス、3つの武器と恐竜カードもついてくるよ。レッツプレイ。うわあ、びっくりした。今日は恐竜のおもちゃで遊ぼう。いいねいいね。ティラノサウルス、ステゴサウルス、トリケラトプス、かっこいい。でもこれはただの恐竜じゃないのだよ。いっちゃっちゃーん、変身古生代の大戦士、ディノバトロン、ティラノサウルス。わあ、かっこいい。どんどん行くよ。変身ディノバトロン、トリケラトプス。変身ディノバトロン、ステゴサウルス。かっこいい。僕もやりたい。かっこいいもん持ってんじゃねえか。この声は、キャッ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 、トリケラトプスをいただいていくぜ。ノイズ、トリケラトプスを取り返さなきゃ。ノイズのロボットを二人でやっつけよう。うん、応援してくれる子はグッドボタンとは言ったものの、あのノイズのロボット強そうだったよね。僕たち二人で特訓開始だ。よし、これをこうして、ティラノ飛行機。何それ。こっちはこうして、ステゴ手裏剣。ちゃんとやって、真面目にやらないと取り返せないよ。それはやだ。よし、特訓だ。くらえ、ティラノナス。クーモリン、ちゃんとやって。お次はティラノ肩車。ゴーラー。あいつらふざけてやがるな。でも念には念を入れておくとするか。よし、準備万端。トリケラトプスを取り戻そう。うわ、なんだこれ。これじゃ前に進めないよ。この糸を切れるものがあれば。そうだ、手裏剣だよ、クモリン。え、手裏剣、さっきやってたでしょ。あ、そっか。変形ステゴ手裏剣。えい。なに、どうだノイズ。これで俺様に勝てると思うなよ。恐竜、パンキロサウルスだ。尻尾が
れちゃったけど発掘成功。もっといろんな恐竜を上手に発掘したい。キャラパケで恐竜の発掘応援してくれる子はグッドボタン。どれを発掘しようかな。君に決めた。イデオ恐竜ティラノサウルスだ。鋭い牙。僕はこれ、イデオ恐竜トリケラトプス。角が大きい。パキパキパッキンパキパッキン。尻尾の部分はゆっくり割って、ティラノサウルス発掘成功。僕だって角から割って、パキパキパッキンパキパッキン。
この2つをこうやって合わせたら本当だ、顔になったぞ。他のパーツも組み立てあげよう。じゃあとりあえずこれ。ちょっと待って、このパーツじゃなくてこっちじゃないかな。そしたらさっきのパーツがはまるね。次は次は全然わからない。落ち着いて考えよう。ここにはまりそうなのはこれかな。ピタコ、あれ、この隙間はなんだろう。前足が入るんじゃないかな。前足はこれ。これは後ろ足だね。前足はこれだよ。隊長さすが、どんどん行こう。何の恐竜さんかな。最後に尻尾をつけて、スピノサウルスだ。ありがとう。なになに。僕は何も言ってないよ。僕だよ僕。助けてくれてありがとう。誰かのいたずらで卵に早くひびが入っちゃったんだ。そのせいでバラバラだったんだね。ねえねえスピちゃん、他の卵たちはどうなっちゃうの。スピちゃん、スピノサウルスだからスピちゃん。なるほど。他の卵たちも早く助けてあげないとなんだ。サンサン隊長、一緒に助けてあげましょう。もちろん。ありがとう。まずはこの緑の卵を2つ開けよう。ポンポン、バラバラすぎ。これを見ながら組み立てていこう。なるほど、これを見ながら組み立てていけばできた。ザンさん隊長、これはケントロサウルスだ。背中のトゲトゲがかっこいい。よし、次はこっちだ。緑色の恐竜さんだね。かっこいい予感がするぞ。あとは腕と尻尾だ。それなら腕はこっちでしょう。ちょっとちょっと、さすがにそれは気持ち悪いよ。ありゃ、ほんとだ。腕はこっちで尻尾はこっち。この恐竜さんはテリジノザウルスだ。鋭い爪が活かしてる。残りの卵も急いで助けよう。ラジャー、パカパカパカ、組み立てて、頭、尻尾、トリケラトプス、組み立てて、頭、尻尾、ディブロドクス、組み立てて、頭、尻尾、ヒラノサウルス。みんな無事でよかった。ヒビなんて入れたんだろう。僕知ってるよ。赤い顔をして大きな角が一本生えているやつだった。いや違う、青い顔をして角は2本、手には大きなハンマーを持っていたぞ。違う違う、黄色い顔だよ。僕が見たのは黄色い顔。みんな喧嘩はやめて。誰の言ってることが正しいんだろう。困ったな。ノイズ？なんだなんだ？俺様のおかげで喧嘩してるじゃねえか！どういうこと？俺様が卵にヒビを入れたって言ってんだ！ノイズの仕業だったのか！お前らの邪魔をしたくて卵にヒビを入れるなんて、俺様天才！よくもそんなひどいことをしてくれたな。うるせえ！助けてー。ノイズ、スピちゃんを返せ。やだに、返してほしけりゃ俺様に追いついてみろ。うわー、みんな喧嘩はもう終わり。力を合わせてスピちゃんを助けよう。追いかけるぞ。待てノイズ。そんな遅い足じゃ追いつかねえぞ。もう走れない。僕たち任せて。
さすが足だけは速えな。だけどここまで届かねえだろ。それはどうかな。なに、でもそれだけじゃ効かないぜ。これでどうだ。よいしょ、助かった。なんだよ。うんじゃ、みんな大丈夫？怪我してない？みんな無事だよ。よかった。スピちゃん、何にもできなくてごめんね。何言ってるの。バラバラになった僕たちを助けてくれたでしょ。そうだよ、二人のおかげでみんな無事だったんだ。助けてくれてありがとう。どういたしまして。ザルさん隊長、一生ついていきます。みんなも真似してみてね。レッツプレイ。みんな止まれる。サンサンとクモリニース、今日はこれ骨骨ザルス第40弾は。教授ね、サンサン教授、
うむ、僕はツリーハウスを組み立てる。クモリン女子は車を作ってくれ。ラジャー、リゴを出してと。おりゃおりゃおりゃ。クモリン女子は優秀だな。あれ、車に木が生えてる。間違えちゃった。でひっ、ああ、僕とクモリン助手のレゴがこっちゃになってるね。あにゃにゃ、ちゃんと分けてあげよう。さすがサンサン教授、もう一回車を作り直すよ。パーツを組み立ててレゴをいっぱい乗せて、タイヤをつけたら車の完成。僕もツリーハウスを作るよ。はしごをつけて、滑り台をつけて、木をつけたらツリーハウスの完成。あと作ってないものは恐竜と檻だね。恐竜を作って、形がかっちょいい。檻を組み立てたらジェラシックワールドの完成。よし、車で探検しようじゃないか。サンサン教授、恐竜のスティーちゃんも連れて行きましょう。暴れないかな。この子はおとなしいので大丈夫です。それじゃあ連れて行こう。僕たちと冒険したい子はグッドボタン。お、あれがツリーハウスだね。おっきい。スティーちゃんも見て見て。スティーちゃんがいなくなっちゃった。おとなしいって言ってたじゃん。保護しなきゃ。どうしよう。サンサン教授、いい方法があります。お、どんな方法ですか。バナナで釣ろう大作戦。それクモリンにしか聞かない。よ、あれ、あそこよーく見たら、ふむふむ、恐竜の標識ですな。もしかしたらここら辺にいたりして。はにゃ、はあ、うんち踏んだ。ふにゃい、あれ、この形恐竜のうんちだ。それじゃあうんちの方を見たら、いた。どうやって檻に戻そう。そんな時は麻酔銃。よーし、いいいい。ちょっと僕に当たってるよ。どうしよう。よーし、クモリン大作戦復活目。お尻ペンペンペン。さすがに挑発には乗らないんじゃ。めっちゃ怒ってんじゃん。その隙にパーン。なんとか保護できた。こら、鬼におかえり。一件落着ですな。なんか嫌な予感。いやー、追いかけよう。漏らした。僕がうんちを片付ける。サンサン教授は迷わず先に行ってくれ。クモリン助手、ありがとう。待って、こちらクモリン助手、うんちを回収しました。うむ、了解。こちらサンサン教授、麻酔銃を撃ちます。パーン。スティーちゃんを保護しました。サンサン教授、さすがです。クモリン助手、うんちを取りなさい。わお。しかしまた復活してしまう。どうしたものか。あそこに大量のレゴがあります。レゴ？そうだ、
これで最強セキュリティ監視ハウスを作ろう。板を用意して、ここにあるたくさんのレゴを使うよ。壁を作るようにレゴを並べてるよ。カラフル。クリアファイルを貼ったら完成。スティちゃん、お家に帰ろうね。やったー、大成功。無事に保護できましたな。めでたしめでたし。研究者ごっこ楽しい。たくさん大冒険したね。みんなも遊んでみてね。スティちゃん、バナナあげろ。やっぱりあげない。そうだ、ごめんね。お絵かき。